ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンは12月17日に発売されるプレイステーション4とプレイステーション3で遊ぶことができるジョジョの最新ゲームだ。各部から主要キャラクターが多数参戦し、自由にコンビを組んで戦える。ジョジョならではの様々な能力が立体的なステージで再現され、奇想天外なバトルを繰り広げる。ジョジョたちの新たな冒険が今幕を開ける。頂点に立つ者は常に一人。光のモードを操り、柱の男たちを率いるカーズ。カーズのバトルスタイルは光のモードだ。通常時は奇襲による攻撃が得意。光のモードを発動すると攻撃が超強力になるぜ。さらにアルティミットスイングに進化すると攻撃の幅が格段に広がるぞ。スタイルアクションで光のモードを発動する。モード発動中は手や足の剣を使った全ての攻撃力がアップしてガード不能になるぜ。ガードができない敵を一方的に攻撃することが可能。また柱の男は驚異的な回復能力により受けたダメージを一定割合だけ時間経過で回復することができる。だが波紋の攻撃は回復できず、逆にダメージ量が増えちまうぜ。カーズは動きが素早い上、奇襲に適したスキルを持っている。相手に背後から近づき、強力な斬撃をお見舞いしよう。特に光のモードを発動している間はガンガン攻め続けるんだ。さらにアルティミットシーングへの進化も可能だ。アルティミットシーングモードになるとスキルが変化する。強力な波紋が使える上、甲殻類のプロテクターで防御したり、手首をリスに変えて敵を攻撃できる。またスタイルアクションが飛翔モードに変化。なんと空を自在に飛び回れるようになるぜ。スペシャルコスチュームを紹介するぜ。あの時と同じようにな。仕掛ける。仲間と繰り出すデュアルヒートアタックで強烈な一撃を決めるんだ。エイジャの石石を探し求めるカーズ。彼を待ち受ける奇妙な運命とは。ではそこのゴミを始末してから乗り込むとしよう。バンダイナムコ